どうぞよろしくお願いいたします。どうぞお聞きください。ただいまから、令和3年職員の給与等に関する報告及び勧告を行います。それでは小山委員長よりお願いいたします。皆さんご起立お願いします。本年も職員の給与等に関する報告及び勧告を調査研究の結果まとめましたので、お返しをしております。はい、どうぞよろしく。どうもありがとうございます。それでは皆様ご着席ください。引き続き小山委員長よろしくお願いします。原本は結構詳細になりますので、お手元には概要が加わってあると思いますが、まあ、今見られたので、詳細はゆっくりと後日見られるとして、寛容なところだけ申し上げておきたいと思います。一番関心があるのは給与のところでしょうから、月例給につきましては、改定を行わない、ボーナスは引き下げるのが適当と判断をしております。そのうち月例給につきましては、調査の結果、民間給与が38万1730円であるのに対し、市職員給与が38万1860円であり、民間給与との格差が金額にして134円、率にして 0.04%、市職員給与の方が上回るという結果になっておりますが、格差が極めて小さいことから、改定を見送るのが適当であると判断いたしました。一方、ボーナスにつきましては、民間の支給割合が 4.31 月であるのに対し、市職員の支給月数が 4.45 月であり、民間のボーナスとの均衡を図るために、本年年間で 0.15 月分引き下げ、4.30 月分とするのが適当と判断しております。他に定年の引き上げ、職員の執務環境の整備等について報告をしております。どうぞ区長におかれましては、本委員会の給与勧告の意義や役割に深い理解を示していただき、給与勧告通り速やかに実施されるよう要請する次第でございます。以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは市長の方からよろしくお願いします。はい、本日はどうもありがとうございます。また日頃から党改正の推進にお力添えてまいりましていることを改めてこの場をお借りいたしまして感謝を申し上げたいと存じます。本日の報告並びに勧告につきましては、人事委員会が専門的な見地から調査をしていただいたものであるというふうに認識をしておりまして、真摯にこの勧告を受け止め、また慎重に対応していきたいというふうに思います。本日はどうもありがとうございます。以上をもちまして終了させていただきます。本日はありがとうございました。どうもありがとうございます。